はい、続いてご紹介していただくのがこちらの裏毛のワンピースです。はい、こちら全部ツーウェイマンメイドスウェットワンピースになります。はい、こちらの、秋冬バージョンが長袖で、まあ色も違うんですけれども、前回ご紹介させていただいて、大変こちらも好評だったので、今回はフレンチスリーブの、だけで作らせていただきました。現在、今着ているグレイ、チャコール、あと、すいません、私が着ているこちらのライトグリーンの3色になっております。でこちらのその名の通り前後で着れることができますので、あのロゴを後ろにしていただいてもいいですし、前に着ていただいてもいいですという感じで、だいぶ雰囲気が変わってくるデザインなんですけれども、ロゴ前にするとよりカジュアル感がアップしますね。あのファスナーですとちょっとこう大人っぽい雰囲気になりますし、今着丈なんですけれども、通常のサイズが、125センチの着丈なんですけれども、はい、今回のトールサイズもご用意させていただいてまして、130センチの、5センチ着丈が長いものもございますので、またこちらもフルレングスでお召しいただくことも可能となっております。裾の部分がちょっとマーメイドというか、そうですね、あの今年もあの非常にマーメイドライン人気でして、ちょっとあのカジュアルすぎず、はい、ちょっと女性らしさ、そうですね、も含んだようなデザインになっております。でお袖なんですけれども、あの夏場なんかはこのような感じで結構短めの半袖にしていただくこともできますし、ちょっと涼しくなってきたら、まあ、七分といいますか半畑でこんな感じで長くもできるので、結構こちらもあの春先から秋口までお召しいただけますし、こちらもあの重ね着でインナーを変えていただければ、あの冬場までお召しいただける素材になってますので、こちらも結構万能なアイテムになっております。厚手さもちょうどいい厚手、そうですね、何でしょう、スウェットなんですけれども、こちらもそこまで軽やかですよね、はい、あの厚すぎない素材になっておりますので、はい、初秋か、あ、そうですね、初夏からお召しいただけます。ぜひご検討ください。はい、